はい。はい、いきますよ。はい、どうぞ。はい、こんにちは、イチローです。今回の企画は年末ということで洗車、うん、去年はねママレモンでフェラーリを洗車みたいなことやったんだけど、もうあれが1年前か。そう、早いな。早いな。今回はランボルギーニ、はい、で、まあうちらちょっとね毎回毎回いろんなムービーを撮ってて、はい、ちょっとスケジュールの関係上、はい、もう時間がね、うん、まあこのムービー撮るのはこの今の時間しかなくって、はい、本当は洗車の時って太陽が当たっちゃダメなの、もう日が暮れるぐらいなね、日が暮れるとか、まああとは曇りの日とか、うん、日陰とか、はい、まあ、今ちょっと日陰になってるのかな、今日陰なんだけど早くしないと、ほら、あーもう迫ってる、これがねどん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 こっち来るんだねだから多分おそらく洗車しとる間に太陽がこんにちはってしちゃうと思うんだけど、はい、まあ急いでちょっとやりたいと思います。それでは今日のね洗車は、はい、ママレモンではなくて、なんとちゃんとした洗車グッズを使って洗いたいと思います。おめでとうございます。ママレモン卒業か。今回使うねグッズ、ホイールの洗剤とカーシャンプー。これはコーティングしてる、まあ車にもシャンプー使えるよっていうやつで、なんか結構いいって聞くんで、ちょっとやってみたいと思います。まずこれホイールタイヤクリーナー。はい。なんか骸骨のマークだよ。ねえ、色かわいい。ねえ。はい、まずねこれすごい汚い。うん。見て。ああかわいそう。普通にしては珍しいぐらい汚くないですか。これね、実はあのランボルギーニの大阪パレードがあって、はい、うん、まあ、ところがですよ、その日は雨で、向かってる途中にしかも体調壊しちゃって鈴鹿パーキングで U ターンしたと。そうですね。ともきちゃんも横に乗っとったけどパレードは参加できませんでした。で、行って帰ってくる間に汚れちゃいました。雨だったしね。はい。その後洗車する暇なしみたいな。そうか、その汚れなんですね。よし、じゃあね、まずこのホイール、石とかこれ絡んどるじゃん。そうですね。このまま残ったままやるとこれ傷つくんだわ。そうですね。だからまあ直射ブシャーでまずは砂とかを弾き飛ばします。はい、はい、いくよ。はい。ほんでこういうタイヤハウスの中にも砂がねついちゃったりしてるんで、こうやって落としちゃう。で、一旦ちょっと水洗いした後って書いてあるんで、はい、水洗いします。はい。これまあスポンジね。はい。水かけながら、水をかけながらこうやって洗うとよりこうなんていうの、効果的。よし、はい、で水洗いしました。はい。次にそう、これだね、うん、こいつを、そんなにいっぱいしかって4本分なくなっちゃったりしない。あ、なくないね、まだたんまりある。あ、ほんと。で、こう軽くこするんだって。あんまりゴシゴシじゃないんですね。そう、軽く。あ、でも結構泡立ちがいい。泡立ち。もしかしたらね、これママレモンがまだこいつ残っとるかもしれんな。そっち混ぜちゃうんですか。混ぜちゃったんじゃない、混ざっちゃった。だからその泡立ち。これ、ま、これあめっちゃこれね、これすごい、どんどんなんか泡がいや、わかんないです。これはね、これ泡立ちがいいのかもしれない。これこんな泡立ちいいか。本当に綺麗に洗うのって大変なのかな。いや大変だよ、これまあまあ水頑張って水洗いしたんだよ。
あれ回ったな今。回ったな今。え？なんで回った？動いてる動いてる。ここは汚れではないの。あ？ここ？このへこんでるところ。あ、綺麗だったかも。はい、ホイール洗いました。はい。もう火がね。やばいよ。はい。来てる。来てる。だいぶ進んでる。実はね、この後、はい、福井大学のね、はい、学生フォーミュラの方からお誘いが来て、はい、ちょっと駐車場を貸し切ったんで、うん、ランボルギーニと対決ね。対決。はい。用意ドンでどっちが早いかっていうやつを行くんですよ。はい。まあそのムービーはまたね。後日アップするんで楽しみにしておいてください。はい、お願いします。で、そのために洗車してます。綺麗にね、綺麗にね、していこうかと。はい、イエイ。さっき言ってたね、今回のシャンプー。シャンプー。あ、ストップ。あ、シャンプー入れてからだよ。あ、うっし。シャンプーを入れて、そのシャワーの勢いで泡立てるらしいです。なるほど。おお、この色がすごいよね。すごい、なんだこりゃ。エイリアン。エイリアンじゃん、本当に。おー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 おおお。それではね、はい、まずはこの水の勢いでこう土とか砂とかそれを全部はぎ時期飛ばしたいと思う。まだちょっとね、マジでこれもうほら言っとる間にあんだけ太くなった。やばい、急いで。ちょっと車もうちょっとこっちやる。はい。これでおそらく何分かは稼げるよ。はい。で、実はさ、うん、一番最初の頃って全部カバーしたじゃん。はいはい。あれしないのって思うよね。もう、うん、もう雨ザーザー入っちゃったから。あの鈴鹿でね、雨の時ね、走ったからもうやらない、もういいやと。え、じゃあ今のところまだずっと濡れてないままだったら、未だにカバーして洗った。ああ、これ一度も濡れてなかったらやるよね。そうなの。濡れちゃったらもう一緒だもんね。じゃあいつやっても変わらないじゃないですか。ただ、言うてもなんかうわーってはやりたくないから、うん、この辺ってでもあんまり汚れないよ、雨の中。まあまあまあ、コーティングしてるから、うん、だからここはまあ、ホコリとか取るっていうぐらいで、うん、シャワーに。おー、なるほど。軽めな感じ。軽めな感じ。うわー、すごいコーティング気持ちいい。このコーティングもね、はい、こういう水玉になるタイプと、だらーんとなるタイプがあるのね。そうですね。で、この車は基本雨走った後に野ざらしにしないし、うんうん、基本車は外に止めないから、はい、まあこういう方が僕は好き。まあそうですね、社長ね。普段外に止めるよってなるとこういうじわーの方が後になりづらい。後になりづらい。つぶつぶのね、うん、でこれはならないのはこれラッピングだから。シートですね。そう、シート。ほら、おー、ほら、すごいね。ここね、うん、コーティングしないの。あのプロテクター、プロテクターフィルム。はい。ほら、まあまあ走ってる。はい、次。はい、次シャンプー行きます。いよいよシャンプー。わあ、気持ちよさそう。これガラスコーティングでも大丈夫なの。うわ、なんかね、めっちゃ滑らかだね、これ。それめっちゃいいですよね。うわ、すごいな、これ。滑りがいいっていうかさ、滑りがめちゃくちゃいいじゃん。洗い心地最高。すごいな。これあの感触がすごくいいね。うんうん。この滑らしてる時の感じですよね。うん、これあのカーボンだからね。ここはね。ここね。はい。単造カーボン。
お名前何でしたっけ？なんとかかんとかいいんだよな。一つも当てられない。コージドコンポジット。すごい。いい匂いだね、これ。そう、なんか匂いもいい感じなんですよね。香りもすごい。気分よくずっと洗ってられる感じ。めちゃくちゃ気分がいい。多分車も気持ちいいでしょうね。いやこれは気持ちいいだろうな。いや今さ、そのまんま後ろ下がってってミラーまた折っちゃったらどう思うのかなって。ちょっとっ、それでは折れんでしょう。いや思いっきり、さすがに思いっきり後ろ下がったらこう曲がっちゃったりするのかな。さすがに落ちると思うな。ここって洗いました？そこ洗わない。そうなの？やっぱ泡が取るのってだいぶ水流さないかんから、ちょっとそこはエンジンルームだし、ほらガラスコーティング落ちないね。そうですね、すごい綺麗。ほらもう屋根からね。はい、おい屋根から。今はちょろちょろ。屋根からその流す、まあ、上からってことですね、うん。でここはもうちょっとあえてやんない。はい、水はじきはしっかり残ってるよ。はい、でマフラーにね、うん、こうはあんまりやらんほうがいい。あ、このマフラーの部分はこうのほうがいいかもね。あー、なるほど。ここもなんか水入りそうよ。あとね、意外と見落としがち、はい、な部分、ここ。おお、ここはもう慎重に。水勢いよくやると室内の中に水入っちゃう。最悪です。よし、反対側。はい、次は拭き取り。はい、これセーム側ね。はい、もう大好き僕これ。はい、で例えば、まあ、今直射日光当たってないんで、うん、あんまりこうさーっと乾いたりしないから、うん、まあ、それでもやっぱりこうなんていうの、乾くと嫌な部分から拭き取る、うんうん、まあ、あと残ったら嫌な部分で、いつもフェラーリの時は僕ボンネットから。そうですよね。じゃあ、まあ、あとは窓ガラスから拭く人も、うんうんうん、これはもう別に順番どうのこうの、まあ、決まってはないけど、その水垢が残るのが嫌だっていうところを優先的にやる、うん、じゃあ僕この車の場合はどこだと思う？上、天井。おお、よくわかった。なんで？あのラッピングしてるから。おお、あとは黒い、黒いから。そう、大正解。イエーイ。え、どの道こういうところをこうやっていくと濡れるし、こっちに濡れるから、まあガラスは後で。うん、手はね、すっごい綺麗ですね。ほぼ一発だ。でも結構俺好きだなこれ、うん、え。めちゃくちゃ気持ちがいいな、この拭き取りの時ですか、うん、洗車の中でどこの部分が好きですか？いや、全般的に好きだな。あ、そうなんだ、うん、まあ、でも車好きさんはやっぱそうなんですかね。多分ね、車大好きな人は、あ、多分ですよ、多分ですね、うん、洗車好きだと思う。うーん、なんか、あ、ランボルギーだからそんな自分で洗うのみたいな、うん、まあ、もちろんそういう人も
おると思うし、否定はしませんよ。もちろん。だからって車好きじゃないっていうわけじゃないと思うんだけど、はい、僕は結構好き。洗車だね。洗車。運転も好きだよ。うんうんうん。だからあの乗っちゃうもん。ああそうですね。飾っとくとかそういう感じ。飾っとくんじゃなくて乗っちゃうタイプかな。特にこの車はサーキットで走っちゃうね。まあ走るの面白いんですよね。これね。そう。ただまだ雨も通過して走ったことないから、ちょっと今度富士走りたいね。いいですね。富士スピードウェイで何キロ出るかだろう。フェラーリが280ですよね。メーターでね。そうそう、メーターでね。いやー、ランボどんくらいですかね。何キロ出るかな。300は厳しいかなとは思うけど。あ、そうなんだ。私320とか言ってましたけど。いや、全然そんな、そんな圧倒的、ちょっとパワー変わりすぎだよね。そっか。そんなには違くない。ちなみに280キロの時でも、うん、GT300 とストレート変わらんの。うーん。 GT300 っていうこういう形したレーシングカーがある。はいはい。もう運とタイムは速いのに直線はそんなに変わらんっていうのは。え、そうなんだ。そう、ダウンフォースがすごい効いてて逆に抵抗。逆にじゃ直線はちょっと苦手みたいな感じ。そう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 、コーナーは抜群に速い。うんうんうん。だから例えば僕らのこういうナンバー付きの車じゃ曲がれんスピードでもレーシングカーなら曲がっていける。まあ、車は軽いし、そのタイヤはスリックタイヤだし、うんうんうん、しかもダウンフォースがめちゃくちゃ効いて、あのグリップがより増すからっていう意味なんだけどね。なるほど。じゃあストレートも得意でカーブも得意でって車はなかなかないんですか？だから F1 がそうじゃん。 F1 はダウンフォースのやつをなんかパタンって倒しとるとダウンフォース効いておるけど、ストレートの時はプッてこう起きて抵抗ならないように。ね、130R なんかよくレーシングカーは通過のね、うん、130R は全開で曲がれるのに、はいはい、これ無理だよ。絶対に無理。どんなプロドライバーが乗ってもこの車で 130R 全開は絶対できん。もう大クラッシュ。でそれはもうやっぱレーシングカーとは違うから、うんうん、タイヤも違えばダウンフォースも違う。まあ作りそのものがちょっと違うんですかね。そうそう。これね、雨の時ちょっとワイパー動かしたのよ。やっぱり全然前見えなくって、うんうんうん、もう危ないから、はい、でもね傷ついてない。おー、よかったですね。だからこの多分雨降ってる、バーッと雨降ってる時は、うん、水が多分傷を防止してくれてるかも。あー、間に入ってくれるからね。乾いた状態でワイパー動かすと傷の原因になるかもしれない。うん。これプロテクションフィルム貼ってあるから柔らかいからね、はいはい、傷はつきやすいから。そうですね。このあのこれコーティングしたのかな、ラッピングじゃないわ、プロテクションフィルム、この水、はい、この拭き取りのすごい柔らかいっていうかスムーズ、ーガラスコーティングしとるみたいな感じに引っかからない、滑らか。ここはね、後で開けて、はい、うん、中拭きます、はい。太陽が、太陽が、ちょっと急がないと。まああとあれですよ、車掌が痒くなり始めちゃうっていうね。まあそうだな。よし、ちょっとこれで水をね、どんな感じでブシューってやるかね。あと、はい、エンジンルームも拭くから、そこも紹介します、はい。で、洗車したばっかりなんで、うん、マフラーのところに、まあ、水が溜まっとる可能性あるから、エンジン拭かしてちょっとだけ水を飛ばしますわ。ほう。ちょっとマフラー出口のところ取ってくれる？後ろに、真後ろにかかるってことですか？真後ろかかるから横。はい。開きますよ。はい、どうぞ。ボッて出たね、うん、はい、こういうのでまあ多分ちょっと言うても気をつけとってもちょっと水入るよね、うん、でそこからエンジンかけた時にドンと、これも多分もう湯気じゃね、もしかしたら匂いが、一回やったじゃん、
マフラーがこう真っ赤になる。あ、はい、中ね。ここの中が真っ赤っかになるやつね、はい、あれあんなに熱くなるから多分一瞬で多分熱くなるな。乾いちゃうんじゃないですかそれで。そう、うん、乾いちゃうと思う。エンジンかけとくとね、うん、そう。でもこの中が真っ赤になるムービーも面白いんで。面白いですね。まだ見てないよっていう人は説明欄にリンク貼っとくんでぜひ見てください。はい、一通り拭き取り終わりました。はい、次ちょっとエンジンルームね、うん、ここ行きます。すごい。どこから流れてきた？上からこのここ？ほう。あ、ここに溜まっとったやつがビシャー。ベラベラベラ。いいね。まずはね、一旦ちょっとこう濡れ気味。あ、そうですね。あんま絞ってない形。絞ってない状態で、そのホコリとか、うん、中の汚れとかね。はい。そういうのちょっと。取りたいなと。意外とでもあんまり汚れてる。あ、でも汚れてるか。見えないだけだ、分かんないだけだ。あ、でもそんなむちゃくちゃなんだこりゃじゃないな。うん。逆に俺ここのビアガラスを拭くのは初めてかもしれない。あー、そうなんだ、うん、まあ、年末の大掃除っていうことでいいね、バッチリ合ってますよ、企画が。そうですね、しっかりと洗う。で、特にこういうところは、うん、汚いセーヌ川で拭くと、うん、跡が残るので、うん、だからもう何度も何度も今これ水を絞っては水含めて絞っては水含めてして、うん、綺麗になりました。はい、これをまだ完全には乾かしてないけど、うん、一旦この状態で拭きます。はい、届くかな。これなら届くよ。これアクリル板だからね、うん、ガラスじゃないんですよね。こういうところはもう洗剤はね、使わん方がいいかなって僕は思う。その理由は、洗剤を使うとその洗剤がゼロにはなかなかならないんだ。ああ、残っちゃうってことですね。そう、洗剤の残りが結局後になってガラスにこう光当たった時に残っちゃうっていうね。だからガラスの内窓も綺麗にしたセーヌ川使ってガラスの内側を拭く。綺麗だよね、エンジンルーム。綺麗になりましたね。もうホコリもほぼないですよ。で、これエアーのホースってさ、うん、柔らかいくせにね、はい、これボディにカンカン当たるとほんと傷つくの、うん、だから傷つかんように、うん、まだ終わってないの。はい、実は面白いものがある。面白い。これ長靴、うん、これ手袋、うん、これ洗車終わった後ってさ、うん、みんなどうすんの。天日干し。多分そのまま、まあそうですね、置いとく、放置。おそらくこれとかさ、うん、時々やっぱこう水が染み込んだりとか、うん、まあ、もう水が染み込んだ時点でぽいだけど、うん、その手汗かくじゃん。まあそうですね、手汗かいて中ってこれゴムじゃないからちょっとこう布じゃん。ちょっとね、この、うん、布地っぽい。で、手汗かくでしょ。はい。で、ゴムでしょ、うん、蒸発しないね、あんまり。うんうん。特にこういう風にしとくから。あー、なるほどね。ほら、この中どうなるかっていうと、あー、菌だらけ。もう菌だらけだ、うん、だからこれもやっぱりね、ゴムだから、うん、こう、足、汗かいて、うん、で、そこでね、はい、清潔になる方法がある。はい、めちゃくちゃ清潔になる方法。
実はその金ごとぶっ殺すっていうやつ、手が逆ですね。さらば匂い、お、効果が持続。これね実はね何かっていうと、はい、菌を殺すのね、うん、で除菌ウイルスとかを除去で匂いも防臭してくれるっていう、はい、その通常は液でその匂いを分解して消す消臭剤はあるんだけど、うん、その匂いの原因になる菌ごとやっつけて防臭するっていうちょっと違うんだよね普通の防臭剤とは、ね、はい、だから特にこういうのってやっぱり手じゃん、うん、ここ菌だらけのとこ通したくない次、まあ、ちょっとね考えると嫌ですね。そうした時にこれでね、これ、これで、これもいいですね。こうやってやることで、うん、次使う時に気持ちいいと思う。うんうんうん。でこれ Amazon でね、うん、もう買えるんで、はい、一応うちのこの説明欄にも貼っておきます、はい、リンクねお願いします、うん、これあのうちの僕の友達の山口達也選手っていう、はい、バイクのレーサーのね、うん、スポンサーになってるところの会社です、うん、はい、またあのうちもサーキット走ったりする時もヘルメット使ったりとか、うん、ね、あのつなぎみたいな、うん、に使ったりとかで清潔になるっていうので、いいですね、結構いいと思います。こういうのにも使えますよ。めちゃめちゃ便利。はい、綺麗になりました。で今度で年末のね洗車で役立ってくれればこの動画が嬉しいなと思います。うちの場合はこれね実はもう一回洗車せねえからな。あ、そっか、これ今から行くんだ。そう、福井県に行きます。で帰ってきたらまた洗わなきゃ。それはもう行って帰ってきたら汚れちゃうからね。そうですね、福井大学、まあ、飛ばしちゃった人は何のこっちゃだけど、そうですね、飛ばさず全部見てくれた人は何のこっちゃ分かると思うんですけど、うんうん、はい、福井大学で今度このランボルギーニと学生さんが作ったフォーミュラーカー、はい、学生フォーミュラー、そうですね、なんか 650cc のエンジンのバイクのエンジンを積んで軽いからむちゃくちゃ速いと、かなりジャジャ馬だと、ジャジャ馬って言ってたけど、はい、それとランボルギーニ用意どんしたらどっちが速いかって直線ね、うん、これを、やりに行きます。はい、またちょっと福井大学の紹介とかフォーミュラーカーの制作現場っていうところね、学生さんのインタビューとか、まあ、ちょっといろいろ企画してるんで、うん、また後日それはアップしますんで楽しみにしておいてください、はい、であとは東京オートサロン、うん、2020年、はい、ブースで出展します、うん、まあ、車ことランボルギーニではないんですけども、うん、ぜひ遊びに来ていただければ、あやちゃんが考えたあやちゃんグッズとかね、うん、そういうのも販売してますんで、はいはい、ぜひ東京都さんに来られる方は立ち寄りください。 YouTube 見てますって言ってくれれば嬉しいですね。嬉しいですね、はい、はい、あとあやちゃんの帽子とかね、そうですね、そう、のブレスの帽子とかね、うん、売ってますんでぜひよろしくお願いします。お願いします。ステッカー類もあるんでね、はい、ステッカーもあります。で T シャツとか、まあアパレルも何点か持ってきます。はい、ありますので、はい、はい、よかったらまたチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。